新年明けましておめでとうございます。占い芸人の増方一馬です。2021年は、大変お世話になりまして、2022年もよろしくお願いいたします。ということで今回は年の初めということで2022年の十二星座運勢というものを、ちょっと皆さんに解説させていただきたいと思います。はい、今年の十二星座どの星座が、一体どういうところにラッキーがあって何に気をつけたらいいのかっていうのを一つ一つ解説していきたいと思います。で、まあ十二星座それぞれまあお羊座がこうとかお牛座がこうっていう特徴はあるんですけども、まあその特徴についてはですね、こちらの、占い芸人増方一馬の自分で占えるようになる西洋占星術の超入門という本に事細かに書いてありますんで、これ読んでいただけたらね、いいのかなっていうふうに思います。火星がこうとかね、お羊がこうとかいうイラスト付きの非常にわかりやすい本で、ね、定価1430円ということでね、もしこれね、書店でお見かけした方いらっしゃいましたら、ね、増方さんの動画を見ましたっていうことをレジの人に言っていただけたら、誰ですかその人っていうふうに多分言われると思うんで、絶対に言わないでください。ね、レジが混むだけなんで。はい。なのでですね、こちらは、本屋さんでも、アマゾンさんでも、売ってますので、ぜひお買い求めください。はい。ということでですね、まあ、それはまあいいんですけども、十二星座を占う前にですね、2022年が一体どういう年なのかっていうことをちょっと軽く触れていきたいんですけども、2022年っていうのは5月を境に運勢が切り替わるんですね。木星っていう星が、その時に、星座から星座にね、移動するので、そこでまあ運気が切り替わるので、自分の中でのまあ成長とか移り変わりっていうものを実感しやすい年になるのかなって思うんですね。それが特に5月、まあ春から夏初夏にかけて、なんか自分の中での変化っていうことを微妙にこう観察していくと、2022年を生きやすくいけるかなと思いますので、早速行きましょう。お羊座の方から行きます。2022年のお羊座はですね、スランプから自分を見つめ直して新しい自分を打ち出す年になるんですね。お羊座っていうのは2022年の主役の一人なんですね。まあちょっと、年明けから2022年の5月ぐらいまでは、ちょっと自分の内面と向き合う時間が増える。まあ何が苦手で何を自分が今やり残しているかっていうことが5月までに明らかになるんですね。で、そっからはもう新しい自分っていうものを手に入れるすごいチャンスなので、これは結構ね、ちょっと前半落ち込んだりとか、うわぁ、あれ思い出しちゃったみたいな。ちょっと自分の中のトラウマみたいなものが思い出されても、それは、助走期間だというふうに思ってください。そこを乗り越えた時に新しい自分っていうものがリニューアルするんで。で、コミュニケーションや学びっていうものが熱くなるのが、9月以降ですね。ここ9月以降半年ぐらい、結構熱い気持ちで学べたりするんですけども、コミュニケーションが熱くなっちゃうんで、結構そのおしゃべりで相手を刺激したりとか喧嘩になっちゃうっていうこと、ここだけは注意していただきたいなと思います。で、ラッキーアイテムなんですけどもね、ちょっとこの、まあ、ロックなテイスト、ちょっと尖ったテイストっていうものを自分の中に取り入れてみると、ファッションなんかもいいと思います。なんかこう、ピアスをね、ちょっと開けてみたりとか、普段着ないようなロックテイスト、ダメージジーンズとか、そういうものをちょっと、入れてみるといいなっていう。あと、そうですね、なんか、火関係ですね。キャンプとか流行ってますんで、キャンプファイヤー、焚き火、そういうものも、なんか自分の中の衝動をバッと燃え上がらせるという意味では、ラッキーな、アイテム、開運行動となっております。はい。さあ、続いて、お牛座の方、行きましょう。お牛座の方の2022年っていうのは、こう、仲間意識っていうものが、こう自分の苦手、何がやり残したことかを見つめさせてくれるんですね。人と繋がってる人たちとコミュニケーションを取ることで、ああ、自分って、この人たちとなら未来に行けるなっていうことを思いつつ、だとしたらやり残したことなんだっていうことが、その人たちをこう鏡みたいにして、わかるっていう。ちょっとね、この派手な年になるかって言ったら難しいけど、自分の課題が浮き彫りになるっていう、すごく、大切な年にはなると思うんですね。で、
まあちょっと気をつけた方がいいことが、お金遣いが荒くなることですね。欲しいものがいっぱい出てきちゃったりとか、例えば出費っていうのが増えて、それがだから形のあるものだったらいいんですけどね。ああちょっとこうあれが欲しいこれも欲しいっていう風にいろいろと買いすぎて損をしてしまうっていうことだけは、注意していただきたいと思います。でラッキーアイテムなんですけども、これがですね、まあお風呂関係ですね。例えばバスボムとかちょっと高いバスソルトみたいなのを買ってみるといいかなっていう風な、こう苦手意識とかっていうのをね、お風呂でこう一人で考えたりする、その考える時間がちょっとでも楽しくなればなっていう風に思うんで、今流行りのサウナ行ってみるっていうのもね、いい行動の一つだと思います。はい、じゃあ続いて双子座の方行きましょう。双子座の方っていうのは前半に、大きな達成ができるかもしれないです。ここ数年頑張ってきたものが実を結んだりとか、自分一人の力で成し遂げたっていう自信に満ち溢れるのが前半なんですけども、後半は、一人で達成したことっていうのはもう実は、ここが限界で、こっから先は仲間とか、つながりとかそういうものを増やして未来に行こうっていうことが、わかる時なんですね。なので、頑張って頑張って達成した前半で、その後にちょっと趣味を見つめ直したりとか、ああこういう可能性もあるのかなっていう風な、自分一人では行けないところに行こうっていう風に思うような、まあ非常にいい運勢ですね。で、双子座の方っていうのは非常にファイティングスピリットに溢れるんですね。特に後半ですね、9月以降ものすごいアグレッシブになるんで、いろんなところに行ったり、いろんな人と会ったりとか、負けないぞっていう気持ちになったりするんですけども、まあちょっとその我が強くなりすぎないこと、これだけ注意なんですけど、でもちょっとね、後半はまあ主役感というか、俺が行くんだっていう積極性を出してもいいのかなっていうふうには思いますね。で、ラッキーアイテムは最新の家電ですね。ちょっとその自分を強く持つっていう意味でも、なんか高めの買い物っていうのをね、逆にしてみるといいのかなっていうふうに思います。最新家電、スマホ、パソコン関係、この IT 機器を新しくするっていうのも結構いいですね。はい、続いて蟹座さん行きましょう。蟹座の方はですね、こう自由な時間、自分の学びとか異文化とか、そういう今までの自分ではたどり着かなかったものっていうものを貪欲に吸収する前半が、後半の目標達成に向けて後押ししてくれるっていうことになるんですね。一見こんなこと学んで何になるのとか、一見こんなに自由に動いちゃっていいのって思えることが、後々仕事とかですね、学業とかで達成する目標を後押ししてくれる。だからこうね、こんなの意味ないじゃんっていうふうにあんまり前半は思わずに、思いつくままにいろんな好奇心を満たしていって、で後半それが絶対実を結ぶんで、そこを信じてやってみるといいのかなっていうふうに思うんですけども、ちょっとね、イライラとかを心に溜めやすかったりするんですね。でそれをこうネットの炎上とか、ネットのこの記事とかに怒りを燃やしてしまって、なんか変なコメントをするとか、そういう発散の仕方はしない方がいいですね。ネットとちょっと距離を取るといいのかなっていうのが蟹座さんの、まあ2022年ですね。で、ラッキーアイテムが、これ伝統を感じさせるものですね。骨董品とかでもいいですし、なんかこの古民家風のカフェとかね、伝統的な場所に行ったり見たりするものが結構自分の運気を広げてくれたりしますね。はい。で、獅子座さん。獅子座さんはですね、前半は他人と深く関わる。ちょっと深く関わりすぎて、なんかこのね、しがらみを感じたりとか、自由に動けないなって思ったりするんですけども、後半はそこから解放されて、こうなんていうかね、重しから解き放たれて、あ、こんなにも楽なんだっていうふうに思うのが、ちょっと後半の獅子座なんですね。なので、もうちょっと人付き合いめんどくさいなーって思ったら、ちょっとそこは、まあ、前半は我慢っていうか、これも自分を育ててくることだって思って、その後の後半のこのね、自分の知性の自由さっていうものを楽しみに待つといいのかなっていうふうに思います。はい。で、気をつけるべきことはですね、ちょっとね、こう、経験を過剰にアピールしないようにっていう感じですね。なんかこの、私これやりましたとか、
あ、これ学びましたっていうことをですね、あんまりこの言い過ぎないみたいなことですね。まあこれも言いたい気持ちはわかるけど、みんなにこれ俺これおすすめだみたいな、なんかいるじゃないですか。焼肉行ってもこうやたらと自分の食べ方を押し付けてくれる人とか、いやいいんでそんなに焼きすぎないでみたいな、いや俺焼いた方が美味しいって感じる口だからみたいな、なんかそういう仲間への押し出しが強くなっちゃうのが獅子座さんの、特に2022年後半なんで、焼肉は行かない、焼肉行かないじゃないや、焼肉は行っていいんですけど、そういうみんなにアピールを過剰にしないっていうことを気をつけてください。で、ラッキーアイテムなんですけど、まあそうですね、なんかね、洋楽とかなんか西洋のものに触れるといいですね。あとワインとかもいいですね。あ、なんかちょっとその異文化、日本じゃないものみたいなのが、2022年の獅子座さんのラッキーですね。はい。じゃあ続いて乙女座の方行きましょう。乙女座の方は結構、まあ単純な出会い運。そして出会ってその出会いがどんどん深まっていくっていう、まあ全体を通じて出会ったり、もしかするとその結婚とかね、そういうことがある年なのかもしれません。乙女座の方っていうのはね、で、目標に対しても熱い思いを抱くので、なんかこの、特にそうですね、まあ、前半の方が運勢いいかな、乙女座の方は。自分の可能性も広がりますし、頑張れるっていう風に思う。ここ数年出会いがないなって思ってた乙女座さん、ここチャンスですね。で、ラッキーアイテムなんですけども、ちょっとミステリアスなものですね。うん、なんかこの怖い話とかね。あとミステリー小説とか、ちょっとその闇感のあるものがいいですね。アクセサリーとかもなんかこのスカルのアクセサリーとかね。僕スカルのアクセサリー持ってるんですけど、なんとドクロじゃなくてこの手のスカルのアクセサリー持ってるんで、これはね、やめた方がいいです。すげえダサかったんで。でもまあちょっとそういうミステリアスなものっていうのを身につけてみると運気は上がるかなっていうふうに思います。はい。